これは見れてるかい？ちょっと待って、コメントが。なんか勝手にアプリ落ちました。これ戻った？あれ、ここあれがあったのにどこ行ったんやろ。なんかアプリが勝手に落ちちゃった。ショールームのなんかたまにあるんだよね。重いこのアプリ。なんかずっとね、配信してる時さっき画面固まったりしてた。ちょっとだけ。もうやめて。まあそういう時もあるよねって感じで。もう手がだるい。めちゃ暗い。でも置くもんないもん。ティッシュに置いてもやそんな変わらなくてね。手に持つのめんどくさいな。このアングルでいっかも。上に上げるのめんどくさい。なんかめっちゃ固まるんやけど。何今日携帯壊れた？なんかめっちゃ固まるんやけど画面が。なんかショールームが多分調子悪いんだと思うよ。だって勝手にさっき落ちたもん。なんか真っ暗になって急に画面が。まあまあまあ、なんかね、たまにってか結構頻繁に画面がゆっくりになる。もうこれきついんやって。どこ行ったんやろ配信のなんか置いとるやつ。ないな、こっちに。向こうにあるのかな。あと前髪と着替えるだけ。あと歯磨き。前髪まだしてない。で、疲れる。この高さ一番疲れる。血が下に座ったらいいのか。こうしたらいい。こうしてもね、目に光入んないんだよね。なんかね、三脚、この部屋にあった三脚がどっか行っちゃった。あ、これぐらいだったらいいじゃん。うん、アングルが安定しない。ハイライト入れるとすごい、ここが。いや、多分誰も使ってない。あ、多分レッスン場に置いてあるか、隣の会議室に置いてあるかだと思う。多分レッスン場に置いてあるんじゃないかな。わ、すごい、なんか虹だ。カチューシャみたいになった。今虹のカチューシャ、ありがとう。
前髪がめっちゃペタッとしとる。今日はボイトレして、学校行ってボイトレして、そこから、公園です。でもボイトレはやっぱ楽しい。歌うことが好きだから。すごい、この時間に750人も見てくれとるってすごない？まあ入ってきてくれた人数やけど。これは前髪が今日めっちゃ暑かったよ。昼、まあご飯は今日お昼ご飯にモスバーガー食べたからお腹いっぱいやし、なんかお弁当があんまりおかずが好きなおかずじゃなかった。なんか五穀米とお魚となんか何やったっけ、なんか和風な感じだった今日やし、まあ昼ご飯を普通にがっつり食べたからあんまりお腹空いてない。普通にな、もうなんかもうきつい、自分がきつくなってきた。やめるわ。ほえさん、クマのぬいぐるみありがとう。ほえさん、クマのぬいぐるみありがとう。かゆ。なんかさ、自分でさお弁当買ってくる制度がいいな。自分の好きなもの食べるものとかもやっぱあるわけよ、日によって。嫌いなものとか、まあ、苦手なものとか、単純にまあ食わず嫌いなものとか、やっぱ人によっていろいろあるじゃんね。なんかおかずがさ、ご飯いつも楽しみにしてるんだけど、おかずが食べれなかった時なんか、えマジかなんか気分沈んじゃうからさ、もうその分のお弁当用のお金をもらって、もう自分で買ってくるスタイル、公園のお弁当を自分で買ってきてねスタイルがいいな。そしたら最高。やばい、なんか疲れたよ手が。でもこれぐらいだったらいいか。そう、自分で買うのが一番なんだけど、ワイラはそういうあれじゃないから、前髪をまだアイロンしてないんで、ちょっとね。選べるおかずのお弁当だったらもうめちゃめちゃ最高よ。そんなもん、自分の好きなもの、その日に合わせて。なんか靴下が破れそうになってる、親指んとこ。めっちゃ生地縫い目が薄くなってる、右の靴下が。もう寿命かもしれん。眠たいな。うん、親指こんにちはしそう。公園長はね、何？衣装さんに借りてるというか、公園用の靴下とかがあるからそれを履いてるんだけど、だから公園中破れることはないけど、これがいつ破れるか。なんか黒のさ靴下あるやん、くるぶしの、あれめっちゃ履くんよ私。でもなんか全然持ってなくて、いつもこう洗い、なんかなくなったら洗って、なくなったら洗ってをずっと繰り返しとるんよ。もう黒の靴下いらんよってぐらいめっちゃ欲しいわ。めっちゃ履くんよ、いろんな、くるぶし丈のやつもそうやし、まあ、ちょっと浅めの、あんまり浅いとあんま好きじゃないけど、
橘隼人さん、熊のぬいぐるみありがくま、橘隼人さん、熊のぬいぐるみありがとう、野村誠さんも熊のぬいぐるみありがくま、野村誠さん、熊のぬいぐるみありがとう。めっちゃ目が痛い。今日はカラコンつけないです。めっちゃ眠い。マジ寝ちゃいそうなんだけど、やばい。そう、普通のなんかあのかかと、あ違う間違った、なんて言うんだっけ、ここ土踏まずって言うんだっけ、違うな、土踏まずはこっちや、あのなんて言うんだっけ、あの足のさ両サイドのあの足首や、足首まであのある足首のまあちょい中間とか真ん中下らへんのさ丈の普通の靴下、まあ普通の靴下、一般的な靴下と、よくさはあのローカットのさ、はい、あのなんだっけ、ローカットの靴履くから、今日ちょっと違うんやけど、今日ニューバランスだけど、ローカットのコンバースとか履いたりするから、そういう時ってこのなんていうの、普通の靴下を履いちゃうとちょっと見えちゃうのよ、ちょっとてか結構見えちゃうの、半分ぐらい。だからなんかそれ用にこうちょっといつもより浅めのやつも買ったりするんだけど、黒以外あんま履かんな。なんか黒が一番なんか落ち着くというか、なんか別に見られても恥ずかしくないし、人に本当にどうでもいい時はなんかこうキャラクターものの靴下とか履いたりするけど、基本お出かけとかはなんかおしゃれな私服とか着てる時に、まあ、靴履く時とかは黒い靴下しか履かんねえ。これはテロップは出てくれるかな今日あ最悪、涙袋書くのじゃない、あのキラキラ乗せるの忘れた。もう何、あ違う、目立たんしね、まあ、ちょっと白くなるけどね、ちょっとかいろいろ履いとったらこうどん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 出てくるけどね、まあ、洗ったら取れるけど、黒はってか舌って何でもかんでも穴が開いたら目立つくない？なそのなんか傘はさ何のアイテムなの？めっちゃ眠いわ、やばい。今日ボイトレ終わってさちょっと時間と思ったんよ。でもなんか今日こっちあの劇場に来るときにちょっと混んでて、ご飯をついてから食べようと思ったんやけど、そのボイトレの時間ギリギリについちゃったから食べれなくて、食べてってしよったらなんかもういつボイトレ人とかおるんかな。まあ見られんところね、穴開いてる靴下履くのなんか気づかんくて履いとっております。公園ねえ、めっちゃ画面止まるってマジでなんで、でも見えとる、みんな深くするもん、多分電波のせいじゃないと思う。
まあいいや、終わろう。ランキング読んで、王様3、4位野村、3位立花隼人さん、ということで皆さんまた後で公園でお会いしましょう。まあ毎日してたら配信、そういうこともあるよね。今日はショールーム。めっちゃ、もうめっちゃかみんなにね、喋っとるってもう伝わらんと思うわ。聞くな。もうめっちゃかっこかっこやもん。